来年1月の台湾総統選で与党民主進歩党の頼清徳副総統が選挙戦を優位に進める中、中国で台湾政策を主管する部門の報道官は、台湾独立は戦争を意味し、独立の動きは必ず粉砕するとの談話を発表しました。頼氏が過去に私は台湾独立を主張する政治家だなどと発言していることから、強い警戒感を示したものとみられます。